さあ今日はですね、一人喋りということで、ミラベルと魔法だらけの家、これ見てきました。面白かったですね。ディズニー、これ結構ディズニーの中で1位かもしれないですね。いや映画ね、僕めちゃ結構見ますよ。で、一時期はですね、年に100本見るんだってバーって見たりだとかですね、大学自体も日本文化学科、というところで、その文学というかですね、物語、そしてお笑いやってる時もやっぱストーリーっていうのは大好きで、とにかく、なんか ストーリーテリングだとかですね、物語の構成だとか、大学では日本文化学科の、琉球文化コースっていうところであったんですけど、そういった感じで、物語の構成、あとは分析だとかですね、やる大学、ところに、いました。というところですね、ミラーベルと魔法だらけの家、これですね、エンカントという題名なんですけどね、アナと雪の女王だとフローズンみたいな一言なんですよ、本当の題名っていうのは。でも日本に来るとなんだっけね、崖の上のポニョみたいなですね、隣のトトロなんとかの何みたいな感じに変えちゃうんですよね。アナと雪の女王だとかですね、エルサを雪の女王って歌って、で、ミラベルと魔法だらけの家。いいでしょう、もう。で、エンカントっていう題名。これね、意味は魅力なんですよね。魅力来ました。おー、来たじゃないかと。来ましたね、魅力。勝手にまず興奮。まずこれ、興奮のところなんですけども。で、簡単に言うと、このミラベルとの家族、親戚一同で、暮らしているんですけど、おばあちゃんを、リーダーとした、マドリガル家という、親戚いとこみんなで暮らしている。でマドリガル家の、血筋は、それぞれですね、10代前後になりますと、この儀式があって、その儀式の時に、この家から魔法を授かる。で、すごい聴力に特化している、人もいれば、力持ちのルイーサっていう、お姉ちゃんのキャラクター、そしてですね、花をいっぱい咲かすことができるイサベラというですね、もうものすごい可愛くて綺麗な女の子もいます。さらには動物の声が聞こえるっていうような子もいたりですね、でそのミラーベルのお母さん、おばあちゃんの子供にあたるんですけど、お母さんは、料理を作って、それを、食べた、人は、病気が治るだとかですね、骨折が治るだとか。でそのお母さんの、姉妹にあたる、名前はですね、ペパはですね、天気を変えることができる。そしてもう一人の兄弟の、ブルーノという、ミラベルから知ればおじにあたります。おじはですね、未来が見ることができる。でそのおじはって言ったらですね、ある日突然未来を見て、消えてしまったんだ。でなぜかこの家はなんかすっごい村人からですね、もうすごいありがとうありがとうって言ってですね、そのでおばあちゃんも私たちの、魔法、ギフトを与えられたんだから、それをこの村の皆さんのために使って尽くしましょうって言うんだけど、何か不穏なですね、なんか周りから見たらすごいいい楽しそうな、羨ましい家族、笑顔でですね、親切な家族なんですけども、なんだかギクシャクして不自然な、家族。その中でミラベルだけですね、唯一魔法が与えられていない、そういうお話なんですよね。でミラベルは、でこれがねディズニーの中でやっぱ一番今回やっぱすごいのが、ミラベルっていうプリンセスじゃないんですよね。主人公の女の子ってね、とにかく可愛くて綺麗で、美人で容姿端麗な、主人公が多いんですけど、ミラベルね、主人公メガネかけてますよ。そして髪はくせっけ、ただでも明るい、女の子っていうことで、言うならばですね、あの子どんな子って言ったら、可愛い綺麗じゃなくて、なんか愛嬌があるよねっていうような表現をされる子をですね。で
でもしかもこの子にだけ、エンカント、それこそ、ギフトと言われる魔法の能力が与えられ、儀式をしてもその儀式で与えられなかった、その儀式をして与えられなかったもの、ことを見て、おばあちゃんはですねため息をつくだとかで、そういったシーンもあったりですね、でそっからこのじゃあ家が今後不具合が起きている中でですね、ミラベルだけこの家が崩れかけていることに気づくんですね。でおばあちゃんに言うんです、この家もうそろそろ崩れるよ。そしたらおばあちゃんは、何をあなたは言っているの、この、マドリガル家が崩れるわけじゃない、わけないじゃないか、あなた魔法がないから僻んでるんでしょっていうような、直接的には言わないんで間接的に追い込んでいくんですね、ミラベルを。でですね、やっぱり、イサベラというお姉ちゃんも、もうすごい、美人でね、この家のもう本当にこれからあなたにかかっているぐらいの勢いでですね、あなたはこの家の代表作、宝物、一番この家の出来がいいっていう育てられ方、これね我々の現実社会にも当てはまりますよね。自分だけ何も持ってねえなって思ってる方もいるかもしれませんし、もしくは、ルイーサっていう力持ちのお姉ちゃんはとにかく家のためにひたすら力を使って、家マドリガル家のが村の人に力を分け与えるからということですね、ひたすら働くんです。で本当は休みたいはずなんですよ、気持ちで。まあ、そういった歌もあるんですけどもね、この歌の、映画の中に。でね、やっぱり家のためにとにかく尽くしてくるっていう人もいれば、この家の代表作のように完璧にしないといけないっていうような生き方されてきた方もいります。もちろんですね、この家に私って必要なのかっていう劣等感を感じて生きてきた方もいますよね。それが見事にこの映画の中では入っていると。ああよかった。あと歌がいいんですよね。もう今日はね、もうざっくりだけ言いますけど、一番最初の3分で流れてくる一番目の歌は不思議なマドリガル家っていう曲なんですけども、まずミラーベルの声優の方、斉藤るきさん、これ19歳の方なんですけどもですね、これねめちゃめちゃ普通だって、まあ抑揚とかね、高さ低さとかで歌うんですけど、なんか前後があるんですよね。なんか立体的に歌うんですよ。例えばですね、まあお母さんが、まあ家族の説明をこうしていくんですけどもね、お母さんにキスをされて嬉しい中で歌っていく時もです。ちょっとですね、笑い声を交えながら歌ったりだったとかですね。これね、すっごい、もう一発で心掴まれて、うちの子供とはね、この後マステクプレッシャーとか秘密のブルーの本当の私ってどんどん曲が続いていくんですけど、これだけ見てます、いつも家で。うん、面白いですよ。まあミュージカル、ファンタジーっていうのは、まあやっぱり言われていますから、これぜひ、見ていただきたいですね、ミラベルと魔法だらけの家、秘密のブルーノって曲がものすごい面白いです。これも YouTube で見たらもう1億回再生されてます。やっぱ面白いのは面白いですね。もう海外の皆さんもやっぱ知ってんだ、ものすごい面白い。でね、この後ペッパーおばさんがなんか不審だったりですね、本当にブルーノが悪いことしてんのか、実はその僕としてはですよ、ペッパーおばさんの旦那のフェニックスがちょっと怪しいなと思ったりするんですけどねとかね、何度見てもとにかく、面白い、ミラベルと魔法だらけの家、ぜひご覧いただきたいと思います。って言った君を覚えてる、思い出せたよ、大丈夫。